はい、どうも、チョイチングでーす。りょうへいでーす。お願いします。というわけで本日は久しぶりの撮影ということで、ね、本当にね、最近試合だらけだったからね。試合だらけでね、試合の編集がね、めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。溜まってるよね。ちょっとゆっくり出していくんで、ちょっとお待ちください。はいはい、お待ちください。というわけで本日は、はい、とある新しいメーカーのグローブ手元にあるんですよ、今。うん、持ってるね。で、僕ら今日スペシャルでもう本当もう上も下もアクティブームですよ。そうっすよ。よいしょ。そう、上も下もアクティブーム、全身アクティブームでいるんですけど、そのグローブがこちら。パイアーッあー、来ちゃったね。やばいよこれは。はい、こちらアクティブームのキャッチャーミット。はい、はい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 、ついに、はい、ついに出ました。で、ちなみにこれはサンプル品ですので、うん、実際にあのお店頭に並ぶのはもっとあの本当改良されたものなんですけど、はいはいはい、以前ね、あのアクティブームの社長さんにお会いした時にサンプルのこのキャッチャーミットをいただきまして、まさかのいただいちゃうっていうね。そう、ちょっと色々あってね、まあ多分後日出ると思うんですけど大川神経整体のあの方にやってもらった時にご紹介いただいたんですよね。その時にあの来ていただいて、実際に、うん、初めてお会いして、そうお会いしました、ね、本当4年ぐらい前かな、連絡いただいてアクティブの方を来させてもらってたんですけど、4年目にして初めてお会いするという。めちゃくちゃいい方ですよね。面白い、めちゃめちゃいいし、面白いし、関西人なのぐらい面白かった、ね、そうそうそう、なんだよ。あの大宮からあの試合をした後に横浜に行って、はい、で、まあ、わざわざ来てくれてありがとうございますってことで、こちらのキャッチャーミットをいただきまして、クッション公式を、うん、めっちゃ硬い。やばかった、本当に硬い。確かさ、金目ミットとさコラボしたじゃないですか。はいはいはい、はい、あれもこうやったことあるけど、こうそれぐらい硬いっていう。岩俺の尻パワーでなんとかここまで来ました。ニューワード、尻もみ。尻もみっすよ。そろそろ撮れるんじゃないかってことで、今回撮影をやっていきます。はい、ミットの他にもいただいたものがあったんですよ、ね、はい、はい、それがこちら。こちらバーッと、はい、こちらノックバット、はいはい、95センチのアクティブームのノックバットもいただきまして。そうですね、いや、すごいだろこれ。いや、これ95センチですよ。バカ長いですね。俺が使ってるやつって89とかなんですよ、うん、だから6センチぐらい長いやつなんですよ、うん、まあこれはちょっと後日ね、あの、はいはい、実際使ってみてちょっと感想とかあの比較とかしていきたいと思います、はい。まあ、今回こちらのキャッチャーミットを実際にこうキャッチングしてたり、キャッチボールしたりして、うん、トレ感とか音とか、はいはい、そういうところを見ていきたいと思います。はい、はい、それでは行きまーす。ゴー。おはようございます。これぐらい硬て硬て。ああ、でもね、すみません、片付けうまいわこれ。そう、昼もみニューワード。まあまださすがに動きますけどね。じゃあしっかり動きますよ。めっちゃいい。ていうかさ、治療してもらったじゃん先週、投げてね、5回も、うん、普通だったら5イニング投げた後って投げれないですよ、はいはいはい、筋肉痛だーって。あ、筋肉痛で投げれないの。筋肉痛ってかもう肩痛で、はいはいはい、肩腫れてて、うん、全然いけんだけど、全然いけない、はい、でこの剣で投げる球の速さではない。うん、いや、ほらキャッチャーミット片付けも兼ねてさ、はいはい、強め投げてるけど、あーだーだー音良くない。やばい。なんかね、ウェブ下この辺で翔平さんがポケット作ってるんですけど、がっつり音が鳴るところでポケット作ってくれてるから、ハマった時エグいっす。めちゃめちゃいい。ちなみに翔平さん、それ何？これ絆の中、これぐらい。ちょっと後日紹介だね。あのしっかりと使用感を。え、取れるじゃん。取れる取れる。え、じゃあなんだろうな。え、取れるじゃん。まだ試合じゃもちろん絶対無理ですけど。マジ？うん、あと1ヶ月ぐらい翔平さんが尻もみし続けたら多分普通に試合でもいける。そんな尻もたんわ。あれ4つに割れる。尻もしてるわ。取れる取れる取れるじゃん、うん、全然ポロポロしないじゃん。肩をね、小指と親指をつけるっていうよりかは浅めに、こういう感じ、そういう意識は、こういう風に見れば分かりやすいかな。で、公式向きの片付けてるから。そう、公式なんですよね。しかも、和の牛なんですよね。和牛ね。牛の牛みたいな。ああ、縦取りもしやすいかも、こっち側の。ずっしり感ない。あら、高級感ある。これ、あの、翔平さん浅く肩つけてるけど、元の肩がそこまで浅い肩ではないから、あの、安心感はやっぱあります。で、なおかつ握り替えも浅くつけてるからしやすいっていうような感じですね。
いや、いいいいいい、ずっしり感って言っても重いわけじゃない。よし、変わるか。はい、実際にこれ使っていきます。初めて。いいね。ちょっとあれだね、なんかこうしっかり閉じないからまだちょっとこう出そうな気はするけど、遊びはある。いいわ。多分かけてない方がね、下がると思う。かけてるとめっちゃ下がってる。曲がんねんだ。いや、これ弾くな。やっぱ公式やったら弾かないかもしれない。軟式めっちゃ弾くな、やっぱ。多分公式は弾かない。いや、俺取れないこれ。これは良平が取るの上手いってことだな。多分そうよね、多分。ちょっとまだ怖いな。でも高い音。音や、音高い。すごいな、このずっしり感がすごい。やっぱこうずっしり感えぐいな、これやっぱ。もうちょっとこう関節がつけばいいんすかね。そうだ、動くようになれば取れるかも。そうだね。大変だな、取るなら。ほら、ウェブだ。ウェブ下？ほら、ウェブあたりで取るといっぱいいな。真ん中取るとちょっとね、弾いちゃうけど、ちょっとウェブだったらいける。おお、取った。はい、お疲れさまでした。いや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 、肩つけて、まあ、尻もみしてたおかげで、うん、多少良平さん取れてましたよね。はい、僕は取れませんでした。なぜなら取り方が違う。そう、僕は普段からこういう肩つけ方してるんで、うん、慣れれば絶対すぐですかね、うん、あと指やりましょう。そう、この公式指とってこれ結構ちょっと厚い間違いね、うんうん、ちょっとだけ分厚い目なので当たりやすいんですよね。そう、サインミスはしないように。無申告変化球はやめとけやめとけとやめとけやめとけ。えでも本当にやっぱ片付けてて、うん、やっぱ片付けるのがすごい大変、うん、お店とかでアクティブームさんの取り扱いのお店とかで買うんだったらもちろんスチームとか、水揉みとかまあまああるね、うん、っていうのは全然できそうとかわしてるので。これはでもさ、なんか俺的に今まで人生で水揉み湯揉みされたグローブ使ったことないわけよ。全部スチームなのね。はいはい。なんでこれをこのミットを周りからスチームより水揉みがいいよ、うん、言われたけどやんなかった。水入れた瞬間これどうしたらいいんだっていう衝動になるんで、上げてもうわ濡れてるこのミットみたいな。それ当たり前で水つけたのよ。なるんでちょっと怖かったんでやらなかった、はいはい、あでも めっちゃいい方っすよ。公式向きが本当に、まあこれで取材とかね、公式ボール取る機会があったら、はいはいはい、取りたいですね、はい、公式ですごい活躍できそうなバチャーンなりそうだよ。えぐいと思うよ、感高くて、うん、今回こちらはサンプルなのでお店では多分しっかりこう改良されたものが、まあ、別のそう並ぶと思うんですけど、こちらを見てもらってマジでいいし、うん、こうなんかグローブこう出した時に来る方にこう向くみたいな、そういう設計にもなってるっていう話は聞きましたので、うん、他のピッチャー用内容が用全部そういうなんか意図されたこういろいろ意味があるアクティブームの商品なので、グローブなのでミットなので、まあ興味ある方はね取扱店さんの方に行ってみて、はい、触ってみていかがでしょうか。はい、はい、今回はアクティブームでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。新しいエンディングいいね。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、アイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。